スマップの中井正弘が4月24日、地震の被害に遭った熊本県をお忍びで訪れ、炊き出しを行ったことが話題になっている。黒いニット帽にサングラス、マスク姿で素顔を隠し、熊本市立長峰小学校に現れた中井。仲間らとお忍びで炊き出しを行っていたが、フライパンでチャーハンを調理、そして炊き出しだけでなく、エコノミークラス症候群を考慮し、マッサージチェア1台と電動足もみ機3台のほか、子供向けのおもちゃを寄贈。中井の炊き出しチームには、ビッグスライムのメンバーも参加、DJ フミヤ、フェス、2のほか、中井が信頼している仕事仲間の、メガネのスタイリングを手掛けている M 氏と、ヘアメイクの Y 氏、地元の友人も同行。中井くん、熊本に来てくれてありがとう。元気になった。などと感謝のツイートが続出。今回の極秘訪問が多くの人々に勇気や元気を与えたことは間違いないようだ。